こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました。コメント欄に寄せられたリクエストにお答えしてみようのコーナーでございます。そういうわけで今日はですね、コメント欄の方にこんなリクエストが来ております。アルビスさんからのコメントですね。顎でガチャを回すアゴットフェスをやってほしいです。かっこ顎がどう補正するのか。これはまあね、パズドラのレアガチャのことだと思うのですが、まあ一見これはもうね、僕のことを舐め腐ったコメントと受け取れるのでございますが、まあはっきり言って僕の顎、昔から触ると幸せになれるとか、触ったら私彼氏ができましたとか、いろんなことをね、実は言ってもらえてるんですよ。で、僕としても生で触らすっていうのはなかなか実はしてないんです。本当にライブに5回以上来てくれたお客さんとか、そういう方に、じゃあそろそろ顎触っていいよみたいなことをやっているんです。実はライブシーンでは。まあ確かに僕もね、その効果を調べてみたいなっていうのもあるんです。なので今日はね、このね、アルビスさん、ちょっと生意気ではございますが、この方のね、ご意見を甘んじて受け入れまして、顎でゴッドフェスを回してみたいと思います。回す。じゃあ皆さん、見ておいてください。私のこの顎引き。ちょっと。あ、いや、いた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 。あれあれあれ。ちょっと待って。さっきのミスとして、この回すっていうのを押す時点で顎で行ってなかったと、指で行っちゃったっていうのが敗因かなと思うので、もうこの時点で顎から行きたいと思います。掴んだ。はいはい。あれ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って。シャイターン。そんなことあっていいの？来い、来た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 。はい、カンウー、ヒゲボーボーでございます。アゴキャラです。アゴキャラが出ました。カンウーでございます。回しちゃいましょう。はいはい、いい流れ、はいいい流れ、はいいい流れ。ゴッドフェス来ました。はいはい、オシリス来ました、うん、はい、顎でオシリス出しました。顎とオシリス合わせてケツアゴなのでございましょうか。ケツアゴリス。